こらせっと。こらせ。今日はゼンマイの方を取っていきたいと思います。よいしょ。あとですね、ちょっとわらびなんかもちょっと見ていきたいんですけども。よいしょ。まあ、わらびよりもですね、ゼンマイが、メインですね。そんな感じで今日は山の方に来てます。よいしょ。久々にですね、なんか朝から入ったんですよ、山に。よいしょ。ということで、ゼンマイ、もうぼちぼち、おー、あれあれ、あれ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 、ほらほら、これが、前の動画で、お知らせしました。はい、わかりますかね。成長点っていうか、あの先っちょの方がアスパラのようになってる。はい、久々にちょっと朝から、山に来てるので若干テンション高めに、行ってみたいと思います。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。意外にゼンマイっていうのは、あのいろんな山菜が出るところに出るゼンマイの方がですね、太さが違いますね。やっぱりあのなんていうんですかね、こうスカスカな山の斜面っていうか、そういったところに出るゼンマイっていうのはあまり太くない、なんかイメージがあるんですよね、私の場合。どちらかというとこういった風にいろんな山菜っていうか、雑草もそうなんですけど、まあ出るところの方がですね、おそらく栄養分があって結構太めになんか出てくるのかななんていう風な、結構やっぱりですね、根っこっていうか、その栄養も多分必要だと思うので、そういった関係上ですね、いろんな山菜が出るところの斜面をですね、どちらかというと狙っていった方がいいのかななんていうふうに思います。よいしょ。いや、すごい今日はすがすがしい。よいしょ。結構ありますね、ありますね。よいしょ。もう今から出るのも全然あるんですけど、ちょっとこの辺は細いな。よいしょ。おお、出ましたね、太いの。すごい出た、太いの。太いのだけ選んで。よいしょ。よいしょ。こんな風になんかまとめて、まとめてっていうか、長さの方をこんな風に調整して取ると大体同じ長さに取れるという、こんな感じに。よいしょ。 あと意外とですね、こんな倒木の下にですね、いいものが出るんですよね。日陰の関係なんでしょうね、日当たりの関係。結構なんていうんですか、居心地いいんでしょうね、ゼンマイにとっては。よいしょ。ちょっと黒っぽい綿、どちらかというとゼンマイは黒かったりですね、白かったりというふうな、ことなんですけども、このですね、綿が、黒いもの、これがですね、ゼンマイはどちらかというとですね、白とか黒とかっていう綿が出るんですけど、これもそうですね、よいしょ。こういったですね、ちょっと産毛が黄色いものもあると思います。こうやってですね、揃えてみると全く色が違うの分かりますかね。はい、こんな感じ。こっちがゼンマイ、こっちはですね、山鳥ゼンマイという、同じなんですけども、ただ若干ですね、なんか品種が違う、そんな感じなんですけども、わかりますよね、見て。こっちが黄色いもの、この辺の綿が。ちょっと綿取ってみますね。まず山鳥ゼンマイの綿はですね、ちょっと2つ3つ取ってみます。で、あとはこっちの方、よいしょ。綿ですね、綿の色、これがゼンマイ、ちょっと黒かったり白かったり、こっちはですね、明らかに黄色、これが山鳥ゼンマイの特徴です。こんな風にして種類の方をですね、見極めるといいのかななんていう風に思うんですけど、どちらもですね、食用として日本ではですね、ゼンマイという風にゼンマイという風に一括りで言ってるようなんですけども、
こんな風にしてですね、種類の方見分けるといいのかななんて思います。あと帰ってからですね、今度は綿を取った時にいろんな色が出ると思うんですよ。そんないろんなバリエーションがあるのもゼンマイの特徴の一つです。皆さんですね、今年の春の山菜で一番ですね、自分の中に残ったものって何かありますかね。私の場合ですと、これですね、これよいしょ、これトリアシオマ、これですね、意外と私食べましたね、今年の春はすごい食べました。これ意外とですね、アクがなくて、今年の春の山菜の中ではですね、結構食べましたね。どうです皆さん、結構ですね、知らなかった方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思います。これですね、すごく美味しくて、実は私は相当食べましたね。で、今年の山菜の中で一番ですね、思い出じゃないですけど、ちょっと残ってる感じかななんていうふうに思いますね。はい、これが、トリアシショウマなので、なんかですね、今年意外に今まで食べたことなかったんだけど、これを食べたよなんていうものがありましたね。皆さん、コメント欄で教えていただければなというふうに思うんですけど、少しアイコも出てきましたね。アイコすごいもう伸びてますね。もう化け物級の大きさになってますけど、今はですね、よいしょ、一箇所目っていうか、北向きの一箇所の斜面をですね、まんべんなく、見てきたんですけど、ちょっとですね、人が入ってる形跡もあるので、ちょっと場所の方ですね、少し、なんていうんですかね、西側の方に、北向きなんですけど、西側の方にですね、ちょっと移動しながら、移動してみたいなというふうに思います。そういえばですね、先日なんですけど、北海道のですね、視聴者の方に、なんとですね、行者ニンニクがですね、郵送されてきまして、天然物だと思うんですけど、ですね、なんか行者ニンニクって聞くと、どちらかというとですね、なんか北海道というイメージがあるんですよね。なんか本場の天然物のですね、行者ニンニクが、送られてきたということで、ありがたいです。どうもありがとうございました。よいしょ。ということで、今ちょっと場所の方移動したいと思います。おっと、赤子ゴミ、珍しい、この山で赤子ゴミが出るとは。赤子ゴミいっぱいありますね。赤子ゴミ、よいしょよいしょ。赤子ゴミは伸びても食べられるという、よいしょ、赤子ゴミ。いや、これからちょっと休憩します。ちょっと縁が汚れてしまいましたね。よいしょ。冷たい缶コーヒーをですね、持ってきたんですけど、もうおそらくぬるくなってますね。いただきます。はあ、うまい。この空き缶ですね、よく山に捨てるペットボトルもですね、捨てていく方いらっしゃいますけども、これはしっかりとですね、ビニールなんかに入れて、持ち帰っていただきたいなというふうに思います。結構ですね、私行ってる山ですと、なんていうんですかね、もう冷蔵庫とかですね、例えば冷蔵庫とかタイヤとかですね、結構なんていうんですかね、斜面の方に散乱してる時あるんですよね、不法投棄ですね。これはぜひやめていただきたいなというふうに、思います。前にテレビに出た時もですね、こんな風なこと言ったんですけど、これ本当なんですよね。いろんなゴミがですね、山に今たくさんあって、捨てていく方がですね、なんか年々増えてってるような気がします。なので、そういったことはぜひやめていただきたいなというふうに思います。例えば休憩時間にこんな空き缶を飲んでですね、そのままポイ捨てなんていうことないように、しっかりと持ち帰っていただきたいなというふうに思います。今日結構山行ってる方いるんですかね。ちょっと新潟のおたきさんにちょっと電話してみますか。出ませんね。出ません。これは山か。
お、出ました。え、電話してないよ。いや、出ました、出ました。あ、出たよ、出たよ。はい、今日はね、行かなかった。今、山です。うん、行ってない、今日。あ、今、あの、動画収録してます。え？動画収録してます、今。な、何の動画？あの、YouTube の動画撮影してます、今。あ、今、撮影してんの？はい、今、あの、この音声も、うん、うん、あの、収録してます。なんで？どうしたの？いやちょっとあの山行ってんのかなと思って。山行ってないよ。あ、行ってないですか今日。今日は行ってないの。今そっちなんですかちなみに。今？はい、そっち。今ちょっとね銀行行ってるね、あちこちちょっと。違くて。そうだってねずっと山行ってからね。はい。全く何もほら、はい、あのこの辺いなかったもんだからさ。あの違くて。違くてあの今何ですかっていうのは山菜今何出てますかっていうことです。 あ今何出てるって何出てんの。今はねわらびだよ。わらびと水。わらび。ああ水も出たんだ。はわらびぜんまいだよ。あ、何ですか今俺あんまり、うん、ゼンマイ取りしてます。今ゼンマイ取りしてんの。はい、ゼンマイ取り。あら、はい、昨日の動画も全枚撮ってたじゃん。あれ杉林でしょ。そうっす。あのでも杉出ますね。もう杉出んの多い。杉てるね。うん、杉てる。早い今年。今年はもう暑いからさ、もやもやしてるからね。そうなんすよ。早いんだよ。そうなんすよ。あー今日山いいね、はい、今日私はいかねー。あんですか。あーちょっとダメだ。あわかりました。ね、はい、わかりました。じゃあ、また連絡します。はい、了解です。はい、ありがとうございます。はい。すごい、もう電話も元気がいいんですよ。あの、いつもですね、なんか、山行ってるっていう、今日は行ってないらしいですね。ああ、もうそろそろ、そうなんですよ。今日私もですね、今ちょっと、一箇所ですね、回ってきたんですけど、ゼンマイはですね、早いんですよね。で、過ぎてるものがあって、水も出てるということで、水ももう間もなくあれなんですけどね。どうです皆さんとこ水、私のところは、ぼちぼち水もですね出てきてるのかなというふうには思うんですけど、ちょっとですねゼンマイがですねすごい早い今年は。はい、ということで、また上の方に登っていきます。いやーゼンマイ取りは本当に楽しい。なんでなんですかね。なんかあの取れないっていう時がないからなんですかね。よいしょよいしょ。結構今下の方っていうか中真ん中中腹あたりはですね結構人が入ってまして、折れてるところが結構ありましたね。ということは、おっ、もっと上なのかな。あとはですね、あの、なんていうんですかね、ゼンマイって結構、あの、オスのゼンマイがですね、あの、成長早いんですよね。なので、このふうに見渡して、オスゼンマイがあるとですね、根元からこんなふうに、ようやく出始めてる。これもそうですね。よいしょ。よいしょ。これもそうですね。これがオスゼンマイ。オスゼンマイが開き始めてる、時にようやくですね、下の方からこんな風に、メスのゼンマイが出てくるという。なので見渡してですね、あの、オスのゼンマイがあったら、結構激、いやーす、激アツですね。すごい斜面だ。もう間違いなく出てますね。よいしょ。ただ、あとは私の気力が、気力というか体力があるかないかの問題なんですけど、すごい、よいしょ。よいしょ。今日水ですね500ぐらい持ってきたのかな。これ500のペット1本持ってきたんですけども、間もなくなくなるような感じ。水分だけはですね、あの、必ず山には持ってった方がいいと思いますね。何があるかわからないので、水分だけ取ってれば、大概は大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思いますね。わー、なんかクマ来そうなとこだな。よいしょ。こういうだだっ広い山形ではですね、こういう風に広いことをだだっ広いなんていう方言使いますけど、だだっ広いところに来るとですね、結構ばったりっていうか結構遠目で会うんですよね。走って来られると困るんですけど、
はい、今車止めまで戻りました。今ですね1時間半ぐらいですかね、ちょっと山の方見てきたんですけど、ですねやはりちょっとゼンマイが終わってるところが結構ありまして、参りましたということで、今回はですねゼンマイの方3袋、多分ですね6キロから7キロあるかないかですね。あとこちらはですね、クワダイボンナ、あとはですね最終のタラの芽、最終のタラの芽もありましたね。これはですねあの前回の動画で嫁を置いて、熊から逃げたという、熊が出たって言ったら逃げた阿部君にですねちょっとお土産、あとですね塩で、幻の山菜塩でもですね、何本見つけましたかね、20ぐらいありますかね。あとわらび少々と、それから、これは鳥足少々、ということでした。あとですね、今日も皆さんの方に途中クイズをお出ししました。またですね、気づいた方はぜひコメントの方に残していただければなというふうに思います。これから6月に入りますとですね合算岳、山形はですね合算岳という、超高級なですねタケノコシーズンに入るわけですけども、そんな動画もですね今年は皆さんの方にお伝えしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。